労農芸術家連盟は、1920年代から30年代にかけてのプロレタリア文学団体。1926年に、日本プロレタリア芸術連盟が結成され、プロレタリア文学の書き手たちは運動としての展開を、志すようになったものの、まもなく、無産者新聞に掲載された、家ジワタの、いわゆる社会主義文芸を克服せよという論文を、 きっかけとして、プロレタリア芸術と、社会変革の実践運動との関係をめぐって、意見対立が表面化。これには当時日本共産党内で、主導的な役割を果たした、福本和夫らの影響もあり、芸術を運動に従属させるべきだと主張するカジや、中野茂春らと、これに批判的な倉原コレトや葉山義樹らとの、対立は火を追うごとに激しくなっていった。結局、 1927年6月に、カジヤ、中野ラプロ芸主流によって、倉原、早山らは除名され、除名された倉原、早山や小堀人事、前田川博一郎らは、同年7月に、老能芸術家連盟を結成。雑誌、文芸戦線によって、帰関誌とした。この分裂は全国に及び、当時小樽に住んでいた小林滝次は、老芸に加わって、地元で、 プロゲーに残留した人物と論争などをしている。しかし、その年の11月、文芸戦線の編集に当たっていた山田聖三郎が依頼した山川一氏のエッセイが27年帝勢の反、批判だったため、その掲載をめぐって、掲載を認める葉山、小堀、前田川、青野聖吉らと掲載を否とする、倉原、山田、藤森聖吉、村山智義らが対立。 倉原らは、結局老芸から脱退し、前衛芸術家同盟を結成し、老芸は山川ら老農派の影響を受けることとなる。老芸は、その後のプロレタリア文学の組織の合同にも消極的な態度を取り、1928年3月に、倉原コレトの提唱で発足した日本、左翼文芸仮想連合やプロゲートマイゲートが、合同して発足した全日本無産者。 芸術連盟にも批判的であるなど距離を置き続けた。その結果、社会民主主義的な傾向の団体として、自らを規定するようになる。その一方で、文芸戦線史上にも、伊藤英之助や岩藤幸男らの新進が登場するも、岩藤が他人に小説を大作させて発表させたことが、発覚したことから、小堀や平林太鼓、今村つねおらが脱退。 さらに人間関係のもつれから、同人間で、障害事件が起きるなど、風紀上、好ましくない事態も起こり、こうした傾向に不満を抱いた、黒島伝次らが離脱。文鮮打倒同盟を結成してその後ナップに、移籍するに至った。そうしたことから、プロレタリア文学の中でも主導権を失うなどした、ことから、1932年に解散した。雑誌、線は、 しばらくは、レフト、新聞鮮と、さらに解体して、活動を継続したものの1934年に、廃刊し、文選に寄った側と対立した、日本プロレタリア作家同盟も、前後して、解散に追い込まれるなど、プロレタリア文学運動は組織としての体をなさなく、なった。ありがとうございます。